プロイセン国王の紋章プロイセン国王期プロイセン国王は、1701年から1918年まで使用された法園ツォレルン家のプロイセン君主による世襲の称号である。1871年以降はドイツ皇帝の称号を兼ねた。プロイセンは元来はドイツ騎士団が統治していたが、16世紀に東部はポーランド国王の風神という形で、 ホーエンツォレルンテが世俗の公家として統治し、西部はポーランド王国領として直接に支配することになった。プロイセン公を兼ねたフリードリヒ・ウィルヘルム大戦抵抗は大洪水時代の際に宗主をスウェーデンに倶り替えして、1656年のリビアウ条約でポーランドからの独立を獲得する。そして1660年にプロイセンを完全な独立国にさせた。 その息子フリードリヒ3世は、スペイン継承戦争で、オーストリアに着いた見返りとして神聖ローマ皇帝、レオポルト1世によって、王号を使うことを許され、1701年1月18日に、ケーニヒスベルク城で、初代国王フリードリヒ1世として、戴冠式を取り行った。ただし、プロイセンの東部のみしか支配していなかったことから、称号は、プロイセン国王ではなく、 プロイセムの王とされた。フリードリヒ・ビルヘルム一世は、兵隊王のあだ名が示すように、軍備拡張に努める一方、迫害されたユグノを国内に、積極的に招き入れて、産業を発達させ、大北方戦争でポンメルンなどを獲得して、領土を拡大させた。大王フリードリヒ二世は、シュレージェン戦争、オーストリア継承戦争、七年戦争で膨大な、 犠牲を払いながらもこれに勝利し、豊かなシレジア地方を獲得して、ブランデンブルクプロイセンを一気に、強国へと発展させた。1772年の第一次ポーランド分割で、西プロイセンを獲得したことで、フリードリヒ2世は、自らの称号を、プロイセンにおける王から、プロイセン国王に変えた。時代のフリードリヒビルヘルム2世は1793年の、 第二次ポーランド分割で、ダンツヒ、トルンを併合して、プロイセンを完全に支配下に置いたのみならず、ポーランドの主要部分である大ポーランドも併合した。フリードリ・ヒビル・ヘルム三世の時代、1806年8月6日に、新生ローマ帝国が崩壊したことで選定行為は、廃され、ブランデンブルク選定綱領は、プロイセン王国へ統合されるに至った。 しかし同年のイエナ・アウエルシュタットの戦いで、フランスに大敗を喫し、翌1807年のティルジット条約で大幅に領土を削減された。その後、国内改革に取り組みナポレオン戦争に勝ち抜き、1814年のウィーン会議で領土を大幅に拡大し、ドイツ連邦の一方の名手となった。1848年の3月革命の際、フリードリ・ヒビルヘルム4世に、 フランクフルト国民議会からドイツ皇帝位が授けられたがフリードリヒ・ビルヘルム4世はこれを拒絶した。ビルヘルム1世は1866年の広オ戦争に勝利してオーストリア帝国を排除する形でドイツの主導権を握り一旦は北ドイツ連邦を組織し続く1870年の不仏戦争で勝利したことで残る南ドイツも掌握して ドイツを完全に支配下に置いた。ビルヘルム1世はビスマルクからドイツ定位を進められ、本人は乗り気ではなかったものの、皇太子フリードリヒ3世への説得により1871年1月18日にベルサイユ宮殿の鏡の間で初代ドイツ皇帝として即位した。ビルヘルム2世は第一次世界大戦での敗北と、 ドイツ革命により1918年11月28日に王位を退いたヴた。ビルヘルム2世は当初はドイツ定員のみを退位し、プロイセン王位は保持しようと努めたが叶なわなかった。なお、ポーランドが西プロイセンを領有していたことから、ポーランド国王もプロイセン国王の称号を使用していた。1701年から1772年。 プロイセンの王1772年から1918年、プロイセン国王1871年から1918年に、にかねて、ドイツ皇帝。ありがとうございます。